はい、どうも皆さん、こんにちは。ウプヌシでございます。今回はですね、インフィニティフライトを使いましてですね、どこまで、大きい航空機が、一体機体のどこまで今映っている、なんていうんですか、このテントというかハンガーみたいなところにね、どこまで入るかというのをね、検証していこうと思います。はい、では、それではまず、今映っておりますのは、A10。攻撃機でございます。AT サンダーボルト攻撃機です。結構動き軽いですね。では、こいつが格納庫っていうか、さっきのハンガーにね、入れるかね、検証の方していこうと思います。今、格納庫に向かって、今動いていますね。はい、さあ、格納庫というか、ハンガー前にやってまいりました。入るんでしょうか？これ、もう翼の幅結構ギリギリな感じもしますが、これ行くんじゃないでしょうか。行きましたね。かなりギリギリですね。A 点横幅どれだけあるか知らないですけど、ちょっと調べて下の方にでも入れておこうかなと思いますけども、おー、なんとか入って、そして停止しました。はい、なんとか A 点入れることができました。かなりギリギリでしたけど、視点を変えると、おー、いいですね。A 点なんとか入りました。では、検証次行ってみましょう。さあ、続きましては、CRJ200 でございます。IBEX さんがね、前の会社、フェアリンク時代運行していた機種になります。機体のサイズ、いきなりでかくなりましたけど、これ入るんでしょうか？では、格納庫の方向かってみたいと思います。やっぱね、小さいと動き軽くていいですね。はい、では CRJ200 格納庫来ました。おっと、頭入りましたね。おっとっと、これ翼入んないんじゃないでしょうか？おっと、これはこのまま前進すると翼当たりますね、これ。これは残念ですね。残念な結果になってしまいました。はい、CRJ200 だと翼がね、ギリギリ入らないというね、結果になりました。では次行きましょう。はい、続きまして、321。200CEO でございます。さあ、これ、まあもう、翼はもう入らないと思うので、どこまで頭が入るか、というふうにね、ちょっとやっていってみましょう。ゆっくりと旋回しています。さあ、やってまいりました、格納庫。さあ、頭が入りまして、これはもう翼絶対入りませんね。折らない限り入りませんね。エンジンあたりがちょうどギリギリの幅ではないでしょうか。さあ、ここから、そろり、ゆっくりと、前進して、入れていきます。さあ、ここで、はい、止まりました。もう、これ、当たらないギリギリで僕、止めてます。さあ、前から見てみましょう。あ、やっぱり321、胴体が長いせいか、意外と頭入ってるように見えますね。エンジンくらいの幅まで翼を折れば、なんとか入りそうなサイズ感という結果になりました。さあ、続きますのは懐かしの名機、ボーイング717でございます。さあ、どこまでこれ入るんですかね。さあ、717。ちょっとここから巻きでいきます。頭はなんとか入りました。ここから視線を変えて、ゆっくり前進していきます。さあ、ゆっくりと前に進んでいきます。やっぱ胴体、リアジェットですと翼の前が長いので意外に入っているように思いますが、ここで、はい、ストップです。さあ、前から見てみましょう。お、なんか321以上に入っているような気がしますね。やっぱり翼取らないとダメですね。いくら717の大きさでも、これは無理ですね。高さもちょっと無理がありそうです。さあ、続きますのはアメリカ空軍が誇ります大型輸送機ボーイング C-17 でございます。さあ、どこまで入るんでしょうか、これ。そもそも高さ引っかかるんじゃないでしょうか。さあ、やってまいりました。頭入りましたね。高さはなんとか大丈夫そうです。頭はね。さあ、ここからどうですかね。内側のエンジンがなんとかギリギリ入りそうな幅ではありますが、どうでしょうか。
なんとか内側のエンジン2機入りましたけど、これ外側のエンジン当たりそうなのでここまでですね。いやー、なんかあの隙間にちょうどエンジンが入ってくれそうだったんですが、さすがに期待しすぎでしたかね。というわけで C17 は高さは問題ありませんでしたが、エンジンが引っかかってしまうという結果になりました。さあ、検証も大詰めとなってまいりました。IF で無料で飛ばせるでかい飛行機の中でも一番大きいんじゃないでしょうか。747でございます。これ入るんですかね。なんか頭引っかかりそうですけど、まあ一応やってみましょう。もう旋回してる姿からもうなんかもう迫力ありますね。さあ、ハンガー前にやってきましたが、これ引っかかっちゃうんじゃないですか、高さ。おっと、これは引っかかるぞ。どうか？引っかかってしまいました。747引っかかってしまいましたね。ちょうど目つぶしになってしまっていますね。拡大するとよくわかりますね、これ。ぶつかってますね。というわけで747は操縦席が低くなってしまうという結果になりました。おーっと、悲しそうな顔をしている。さあ、747の時点で引っかかってしまったのですが、最後に一つおまけを。IF 無料で操縦できるの一番大きいのこいつですね。 A380 です。こいつどこが引っかかってしまうんでしょうか、気になりますね。ということでやってみましょう。さあ、A380 やってまいりました。ゆっくりゆっくり前進していきますが、さあ、どうでしょうか。これはおでこの位置が引っかかってしまいそうになっていますね。というよりも、実はここに来るまでの間、あそこの端っこに赤いボックス見えると思いますが、そこにエンジンがぶつかっていましたので、そもそもアウトでした。で、さらに言ってしまえば、羽じゃない。おでこが引っかかってしまいました。いやー、視点を変えて、おっと、A380、残念そうな顔しているぞ。はい、では、動画はここまでになります。いや、皆さんどうでしたか？意外に引っかかったり、奥まで行ったり、ね、面白い結果にね、なったものもいたんじゃないかなと思います。A 点がね、翼の幅ギリギリだったっていうの、非常に驚きました。ということで、枝豆でございました。リンクにいろいろ貼っておきますので、ぜひ見てやってください。ありがとうございました。